こんにちは。こんにちは。何やってるんですか。これのウッドデッキを作ってます。あ、本当ですか。だいぶできましたね。本当ですか。はい。なんか全然進んでる気がしないです。波もオフショアになったんで、サーフィンしに行きましょう。もっと。マゾウさん、なんとあとこれ1枚貼らないといけないんです。ください。あ、すいません。ちょっと団長が呼んでるんで。おっす。はい、こんにちは。南蛮です。いやー、突然オフショアになったんで、この2人を誘って撮影しようと思っていたら、なんと、深刻な問題をこの兄弟抱えてました。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日は手にカメラを持ってますけど、はい、何事ですか。今日はコーチングです。誰のコーチングですか。渡辺真奈のコーチングです。ちょっとあの試合の負けが続いてるんで、本格的に今年から指導の方をしていきたいなと思っております。わかりました。はい、じゃあその負け続けてる真奈さんにちょっと話を聞いてみましょう。はい、お願いします。はい、おはようございます。こんにちは。そしてこんばんは。おやすみなさい。ぐー、違うって。いよいよ、はい、お兄さん直伝で、直伝で始まりますね。はい、直伝伝始まります。直伝伝伝伝。ちょっとスクールが始まりますね。はい、始まります。どういうことですか。ちょっと負けが続いてて、去年からなんか結構悔しい気持ちでいっぱいなんですけど、まあサーフィン自体はちょっと教えてもらえそうなので頑張ります。どんどん声が小さくなっていっているんですけど大丈夫ですか。直伝伝です。わかりました。じゃあ頑張りましょう。お願いします。はい、今回は渡辺真奈のコーチングを撮影することになりました。さあ、海に向かっていきます。長谷小田井君、先日ハワイから帰ってきたばっかりです。一人でサーフィン修行をしてきました。かなりね、やっぱり上手くなって帰ってきておりました。さあ、そして渡辺真奈行った。しかし何ショットでしょうか。もう一回見てみましょう。ここまではいいんですよね。深いボトムターンです。さあ、そしてここからですね、リップが立ち上がってきます。そしてブレイクが始まります。そこに合わせていくように当て込みに行きます。よーく見てください。しかしここまで来て何をためらったのか。やめてますね。諦めてます。何をしよっとですかね。さあ、もう一回見てみましょう。今度はアップ気味に行きました。さあ、そして当てに行きます。ほら、リップが落ちてきますね。うまい具合に落ちてくるのを合わせながら、しかしここで諦めてみるんですよ。目を閉じて、ほら、目を閉じて、あなたは何してるのみたいな。さあ、諦めが早いですね。ここら辺がちょっとおかしいですね。さあ、久々にスカイ君を見ました。ドロップインされてましたが大丈夫です。さあ、そしてお題レイバック、決まった。さあ、そして渡辺真奈、鬼パドルからの乗れない。今回は1セット20分の2ウェーブで10点以上を渡辺真奈が出さないといけないという指令を艦から与えられております。さあ、そしてこれは艦の映像ですね。仕掛けるもインコンプリート。さあ、お題が乗った。トップターン2発、ちょっと甘いな。さあ、そしてこれはスカイ君、あんた久々に見たらなんか下手くそになっちゃいませんかみたいな。さあ、そしてお題が一発当て込んで、チェックターンで波を探しに行くが、この波はあまり良くない。
さあ渡辺真奈当てにいった。しかしなんかしょぼいね。もう一回見てみましょう。横に流れてますよね。しかも僕はこの膝の使い方が気になったのでスローにしています。さあここで当てに行くんですけども、なんか鋭角じゃないですよね。緩いですよね。甘いですよね、当て込みが。さあこっからもう一回見てみましょう。ほら膝が伸びきってるんですよ、前足が。それで持っていくんですけど、持っていく角度が甘いんですよ。直角に上がってないんですよ。膝がまっすぐなんでダメなところに当てに行きます。ここでようやく膝が曲がるんですけども、あんたその途中で棒のようになった前足をなんとかせんといかんわ。あんたも今回はもう悪いとこ洗い出します。ほら見てください、棒になっちゅうかね。つっかい棒が入っちゃったかお前前足はみたいな。これじゃあねちょっと甘いですよね、トップターンが。さあ20分経過したので一旦上がってきます。さあ何を言われるんでしょうか、兄の渡辺寛に。甘い兄貴ですからね、もう末っ子に甘い兄貴です。4本目何点出たと思う、2発自分で。 3.5 3点っす。横横やもんだって、せっかくボトム使ってるんやからしっかり掘れてるとこに当てんと。スプレーも横やし、うん、レギュラーの方がいいな。波はレギュラーの方がいいと思うよ。でもレギュラーグーヒーもたまに切れてるけど、まあ一発って感じかな。あ、一発は一発でもしっかり当てる。あとこういうシチュエーションの時はさ、セット間隔長いやん、うん、次のセット来るまで長いから、うん、もうダメそうでも乗ってしまった方がいいと思う。でパドリングのスピードも遅いから、そこで合わせてしっかり乗って一発でいいからしっかり決める。 OK じゃないともったいないよ。3点と何点、3点と2点、あのもう一個レギュラーバックサイド一発、トータル5点っす。じゃあ次は5点2つ出す。もう10点、10分以内に10点以上出してくれ、トータルで。はい20分。分かってんのか。はい、今何をアドバイスしたんですか。今は、こういう波でのシチュエーションの場合での勝ち方ですね、点数の出し方ですね。まあここからちょっと先はピーなんですけどやっぱりそうっすね、波によってその自分の作戦であったり技の質とか上げていかなきゃいけないんで、波のせいにはしてられないんで、もっとこうできる自分のできる範囲の中で伸ばしていくって感じですかね。そのノートには何が書いてあるんですか。点数っす。点数と一言と波がどうだったかと何分で乗ったかです。これ全部データ化していってもっとこう効率よく試合を運べるようにアドバイスします。あの一点僕気になることがあるんですけどいいですか。どうですか、どうぞ。何でしょう。とりあえずビールじゃないんですよ今日は。今日はなんと山と波です。わかりました。はい、とりあえずビールはちょっと今日はちょっと違うかな。とりあえずビールの時はもう何ですかね、乾杯乾杯って感じですね。はい、わかりました。どうもです。ありがとうございます。
気になる方はぜひこちらまでお問い合わせください。渡辺館の方までお願いします。ちゃっかりしてますねそうですかね。まあお仕事なんで、あの上手にというか、まあ試合に勝てるようになるためのヒント差し上げます。以上です。ビデオも撮ります。以上です。はい、今回は南蛮さんは言わせてもらいますよ。もうあんたもう直すところがいっぱいあるから、もう厳しくいきたいと思います。今日はね、もう渡辺真奈コーチングビデオになっております。さあ、小田井くんもいい感じですね。やっぱハワイ帰りは違います。さあ、波が入ってきた。ちびっ子たちも入ってきた。さあ、そのちびっ子たちがパドリングし始めた。誰が行く？行った、ミキのぞみくん。ラウンドハウスカットバック、そしてチェックターンを繰り返しながら渡辺マナにパン、そしてマナが当て込む。ちょっと待てお前、それはどうか、こっちやろ。進行方向と逆に一回フラントいかんやろ。そして進行方向に行ってクリティカルを作ってからのっていうやつやね。いい？もう一回こっち進行方向と逆に一回振って、そして進行方向の方に行く。ほら、伊藤リアルはこんな感じ。クリティカルに当て込む。もう一回見ましょう。伊藤リアルのライディングです。一度進行方向と逆の方に振ります。ほら、伊藤リアル逆の方に振った。そしてクリティカルを呼び込んでからの進行方向ですね。こっちがクリティカルを作ってからの最後リエントリーに行くんです。ほら、呼び込んでからのリエントリー。ほー、超惚れ。ちょっとか、当て込み息をすげえな。やっぱ伊藤リアル先生さすがです。さあ、マナもこれを学んで進行方向と逆の方に一旦板を振ってからの進行方向に行く。そして当てに行けばクリティカルを呼び込んで、こんな甘いリップじゃないんですよ。わかりますか？言ってる意味わかります？見てる方もいい勉強になりますよ今日は。さあ、スキルアップをしたいあなたたち、今回はコーチングの裏側、そう、秘密を教えます。あんたタリーセクション行ってしょうがねっちゃが。さあ、行った。お題、まずはこれも弱いね。クリティカルを呼ばないと点数にはなりません。さあ、パンピングでパンピングをしてこのセクションを抜けようとするが無駄です。さあ、これはお知り合いの増田くんですね。いい波をキャッチしました。アップスアップさん、加速してフルアウト。さあ、この後マナが襲いかかります。増田くんに襲いかかります。おりゃあんた危ねがーみたいな危なかった。危険です。渡辺マナは危険です。お、今謝ってますね。あ、すいません、すいませんでしたみたいな。さあ、これはいい波だったです。もう一発、ほら、そしてもう一発、わーい、どうよ、ウェルレベルレベル。そんなことしてる場合じゃありません。巻き戻してもう一回見てみましょう。ほら、深いボトムターンから、ほら、膝が曲がってるでしょこの時は。そして当て込みに行きます。さあ、2発目はこの落ちてくるエネルギーを利用して、ほら、前足が曲がってますよね。溜め込んで、そして持っていきます。ここちょっと棒になってますけどね。さあ、そしてセカンド当てに行きます。さすがです。いい感じ。これぞ優勝した時のリズムですね。さあ、そしてここもカットバックでいきます。3発目、笑顔です。わーい、うえれれれれれれれ。そんなのはいらんちゃか、お前コーチングしょっちゃか。さあ、そしてお題がいった、トップターン、ナイス。さあ、どうでしょうかね、今のは良かったんじゃないですか。
さあそしてちびっこいきます、頑張れ。おっと波が終わった、今のは真原くんですかね。さあそして渡辺真奈乗れず、そして小田井が行きます。まずはトップターンからの呼び込んで、もう一発、あーちょっと引っかかってる、からのカットバック、まあまあかな、4点かな、 4.5、 5点はいかない。さあそして誰が行く、さあ行った、美希くん、のぞみくん、エアをするがインコンプリート。さあマナが行った、トップターン、ちょっと浅いけどね。さあ時間です、上がってきます、どんな評価を受けるんでしょうか。さあそしてのぞみくん行った、狙ってますね、エアー、しかし頑張りましょう。さあ上がってきました、話を聞いてみましょう。何点出たと思います？5点ぐらい。どうこれ出たでしょは嘘でしょ。まあ良かったと思うけど、 5?7 え8? 7点、よっしゃじゃないよ。あれでも何分ぐらいで乗った、残り15分、遅いな。まあ波にもよるけど、うん、10分以内、前半10分以内で10点以上揃えてほしいかな。まあ、いつ見せて、最後全然いや、3点やろ3点やろ。ちなみに、トルカはもう1個3で、もちろんスプレー飛んでるし、うん、でも当ててるとこ違くない？まあまあ、なんかでも逆にちょっと詰まった感じ、うん、こっちはまあ確かに、こっちはもうちょっとここの時にさ、こう横に走ってるやん、うん、横に行ってるやん、うん、一回こっちに振ってでバーンとかやると4点出してくれる人も、ああグーフィーに振るってことね。そうそうそう、一体ね、ボトムで、そうボトム降りるまでに、うん、ああ最初に、そうそう、で振ってボトムに入っ、グーフィーに振ってからボトムに入る、うん、そしたらもしかしたら2発入ったかもしれんね、うん、そしたらまあ5点とかな、うん、いやいや、ここだけ良くてもダメっすよ、最初の10分以内で決める、うん、なんとかなんとかなんとかって感じで、まあ、出ましたこれ、いや出たっしょ、いや、え、ここでさ、もうここでもう一回保険でワンターン入れるだけでも、うん、点が変わってくる、そうそう、3とか、うん、点いくつをもらえるとその 0. いくつで2か3かのさ差になるとかあるからさ、うん、もうそこまで考えてるか、こんなで手上げてさ、アピール大事かな、まあ、アピールも大事やけどアピールももちろん大事ですけど、もう一個やってから詰めて、そう最後まで、そう、はい、これいや、もう一回でもいけたっしょ、いけた、もう一回、うん、シャーでもいいし、イタロやったらもう一回やってる、はい、どうでしたか。波は結構なんか軽くて難しかったんですけど、まあ7点出せたので
今日はとりあえず美味しい唐揚げを食べて。また太るんですね。はい、またそんな感じでちょっと練習、8月の新島までにちょっと兄と整えて調整して、そこは勝ちたいと思います。わかりました、はい、ありがとうございました。今日はすいません、なんか、ね、すいません、なんかまともなライディングできなくて。いやいや、あなたがいつも JP で負けてるから、はい、もうナンバーさんも心配で心配で。そうですよね、勝ちます。ナンバーさんがついてた方が調子いいんじゃないですか。ほら、ね、種子島のように、ね、種子島のように、ね、行きましょう。じゃあ新島は、はい、という感じで。ぜひ、あの、はい、え、以上です。ありがとうございました。最後の、あの、ちゃんと入れてあげてよ。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。まだまだ受け付けております。まだまだコーチングは受け付けておりますので。そっち、え、どういうこと。そうじゃないの。もちろんもちろん受け付けておりますけど、はい、正雄野田で検索してみてください。違う、野田正雄ですよね。ガチガチですよね。はい、野田正雄でローマ字で、何番じゃ出てこないです。出てこない、はい、NODAMASAO 野田正雄ということで、はい、お迎えの時間があるので、はい、そろそろ帰りたいと思います。チャンネル登録してください。もうすぐ夏なので乞うご期待。ということはやっと水着が見れるんですね。頑張ります。ちょっと痩せます。唐揚げとか食べてる場合じゃないので。わかりました。じゃあ今日は赤パンですか。今日は履いてないです。履いてないですね。はい、わかりました。はい、履いてない。実はこの間チラッと見えたんですよ。あ、今日赤じゃんとか思って。黙ってたんですけど。うずー。はい、じゃあ赤パンを期待しておいてください。わかりました。お疲れ様でした。